ファショダ事件当時のアフリカ。南北に伸びるイギリスの植民地と東西に伸びるフランスの植民地の拡大政策が現在のスーダンで衝突したファショダと首都ハルツーム、ナイル川の位置関係ファショダ事件は1898年アフリカ分割の過程でイギリスとフランスが軍事衝突しかけた事件である。この事件を契機として英英物は接近することとなった。 また、航海沿岸のジブチを領有し、東部アフリカに共闘法を築いた。営領であるカイロとケープタウンを結ぶ直線と、仏領であるダカールとジブチを結ぶ直線は、スーダンのファショダ付近で交差する。このようにファショダは、両国のアフリカ戦略上を極めて重要な地点に一致していた。他方、キッチナー率いるイギリス軍の戦隊は、 ナイル川を南下して同年9月18日にファショダ村に到着した。フランスの外相テオフィル・デルカッセはこの場面でイギリスとの軍事衝突を選ぶことは特策ではないと考えた。当時急速に勢力を拡大していたドイツとの衝突に備えてイギリスとの関係を悪化させることは避けるべきであったし、またドレフィス事件をはじめとする不祥事で当時のフランスの軍部は 国民の信頼を失っており、遠くスーダンで戦争を遂行することは、世論の賛同を得られないと思われたためである。結局フランス軍が譲歩し、翌1899年箇所だから撤退した。本事件は、帝国主義の時代において、英仏両国の関係が最も緊張した出来事であり、本事件以後、英仏関係は、融和に向かうことになる。戦術の通り、 ドイツ帝国の勢力拡大に直面した両国は、アフリカ大陸での軍事衝突を行う余力がなくなり、統治に終始することとなる。その後、第二次世界大戦終結後に、英仏を含むヨーロッパの植民地保有国が影響力を失い始め、各地でアフリカ諸国が独立して、アフリカの都市と呼ばれる1960年までの間双方が軍事衝突を避けながら、 統治を続けていくこととなる。ありがとうございます。